上から見るとマジカップヌードル。どうもケマカンさんぜ。えい、ヤマカンさん。今日はですね、はい、あ、なんだ忘れちゃったのかな。うん、忘れた。なんだっけ、ラーメンカップヌードルを。あ、そうそう、今日の企画はカップヌードルを、はい、あのカップラーメンにしていきたいと思います。それは普通にお湯を入れるっていうことですかね。あ、そうです。カップヌードルって何で作られたの知ってる？いや、わかんない、知らない。カップヌードルは、はい、制作者の人が、はい、まあ、どこでもどんな環境でもあったかいものが食べれるように、ラーメンを食べれるようにっていうことで作ったのがカップヌードルなんですよ。なるほどね。ってことで僕らがそれを超えちゃいましょう。なるほど。はい、全員にしちゃえば誰でもどこでもいつでもどんな時でも、それどころか、そうですよ、どんな世界でも食べれちゃうかもしれない。世界でもってどういうこと？ん？世界？どこの世界だもん。どういうこと？あのミラノールドワールド。魔獣とか出てくる。うん、ミラノールドワールド。ミラノールドワールド。ミラノールドワールド。じゃあ魔獣とか出てきそうだけど、ね。うん、出てくる出てくる。すごい、3匹ぐらい出てくる。3匹ぐらいしか出てこない。すごいです。すぐ全クリだよ。はい、ハヤくん、どうするんですか？はい、まずね、カップヌードルを普通に作ります。3分待ったら、はい、お湯とスープを別々にしていきましょう。はい、最初から食べてそのまま喋ってください。あのカメラが固定されてない状態で喋んなきゃいけないんです、僕。そうです。大将、お前こういう時もあるかもしんねえだろ、人生。いや、ねえわ、あんな。何すんの？ 3 分経ったらさ、もう完成だから始めないと。お前なんでカメラ映んないとこで食おうとしてんの？ちょっと待って。お前まだ本当に。で、ちょっと待って待って、考えらんない考えらんない、マジいろいろ考えらんない。で、この違う違う、本当に食べたいの？いや、知らねえよ。本当にダメだよ。うまいよね、それ、うん、カップヌードルうまいね、それほんと全員知ってっからもう、うん、ちょっと俺も食いたくなってきたわ。ざらんなよ、お前。なんでだよ。はい、じゃあスープが温まってきたところで、ゼラチンを入れまーす。お前なんで普通に隣で晩ご飯してんの？それが減るほど、あの、サムネに関わってくるからさ。やめる。それはやめる。いい感じにゼラチンが溶けきって温まったんで、はい、このお汁を入れていきまーす。お願いしまーす。結構大成功の予感なんだけど、うん、ふんってどういうこと？はい、という感じで、はい、かれこれ30分経ちました。え、嘘でしょ。うん、嘘。そんなもんじゃない。もっと経ってるね。4時間ミーティングしてたよ、ね。冷凍庫に入れてて急激に冷やそうってたから、あやく固まるとこだったから。そうだね。うん、ゼリーに投げられるとこだった。何、ね、もうね、もうめんどくさいから開けてくよ、私は。匂いどう？ん？カップヌードル。まあ、マジで、うん、匂いカップヌードルならもうカップヌードルじゃん、それ絶対。じゃあだってカップヌードル作ってんのが当たり前じゃない？まあ、そっか。それで匂いがカップヌードルじゃなかったら何？そんなに怒んなくたっていいじゃん。いや、そうだ。ティン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 。うわぁ、うわぁ、プリンだー。はい、という感じで、はい、完成でーす。うわぁ、やばくないっすか、これ。グロ脳みそだよ、これ。黒はやめよう。横から見るとツルツルしてて、上から見るとマジカップヌードル。ね、これやばいよ。それでグイングイ持ってんの。これはね、うん、俺がゼリー史上一番うまいと思うぜ。カップヌードル手に持ってんだよ、うん、カップヌードルをそう持てるようにしたって発明だと思うよ。これやばいね。正直言わせてもらうと、はい、味は心配。え、そうかな。うん、だってさ、はい、ラーメンってあったかいからうまいじゃん。汁で麺だからうまいじゃん。固形物になっちゃったらまた違うんじゃないっていう話なんだけど、うん、でもさ、思い出して、カップラーメン、思い出した、ラーメン味の何か、何を思い出したの？3年前に、嘘でしょ、3年前に怪我した、あの、一回骨折ったじゃん、うん、ああ、それのこと、ごめん、なんか嫌なこと思い出させちゃった、うん、いや、これは本当に、あ、ちょっと、あ、ねえ、頼むよ、ねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、そうそうそう、ねえ、ちょっと待って、ね、お前何普通に晩御飯にしようとしてんの？え、嘘、ガチ発明、うまうまじゃ、ていうかカップヌードルだよね。うん、味変わんないの。ただ一瞬口に入れた時にゼリーっていう感触が一回来て、はいはいはい、ちょっと一瞬うって具合悪くなるんだけど、うん、しかとすれば、うん、もうゼリー、んこれん大事な感想間違えてる。え、超来てる。ちょっと一個褒めてほしいんだけどさ。絶対褒めない。お願い。全然ダメだよ、お前。もうこっからここまで全部ダメだからね。あの、粗くけなさないでください。わこのカップヌードルを表すならば、うん、伸びたが例えるのかって言ったんですか。ギンギンギンって感じ。きつい。いや、え、なに、え、嘘、スッカッツ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 ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるかい。何食ってんだか分かんなくなるね。